最初プレゼント早朝シューティング部オールナイトモーニングニッポン、オールナイトじゃん、オールモーニングニッポンだから、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ちょっと雑だったよタイトルコールが。そうそう、いやちょっと久々だったんで、すごい久々じゃない、すごい久々ですよね。まあ今日は俺とアウさんと誰、君は早朝シューティング部のシミです。出たよ、出たよ、いらないからだ、硬い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 んだよ。これ実は知ってました、これを言いたかった俺はずっと、これ やるとき、なんてなんか、うん、早朝シューティング部の動画見るときに、うん、何で検索されてるかみたいな、で1位が、うん、早朝シューティング部で検索されてるんですよ。それ結構すごくないですか。あ、分かってんだ。早朝シューティング部で検索して早朝シューティング部の動画見てるのが1位なんですよ。あ、そうなんだ。で、まあ、2位3位とかバスケとか、うん、まあ、あとはじめ社長とかもあって、うん、それと5、6位ぐらいにオールモーニングニッポンってあったんですよ。すごいね。やばくないですか。あとラジオ、ラジオとか。いやね、だってね、え、すごくないですかそれ。すごいよ。俺別にこのラジオってぶっちゃけ聞いたことないですけど、うんうん、あ、本当に。いや、ないっすね。俺はね、ちゃんとあの録音して車の中で聞いてるから、ね、自分の回は自分の回、いや、自分の回、いや、俺2回出てんだけど、これズームになっちゃってるのかな。ズームになってると声があんまり、そんなの食べてください。いや、俺2回出てんだけど、あの、やっぱり第1回目しか俺聞いてない。第1回目は俺とアウさんの、うん、あの第1回目がやっぱり俺、2人のやつ。そうそうそう。あ、でもそれちょっと聞きたいな、聞きたいな。いや、あれはね、全然覚えてない。いや、俺ほんといろんなところで言われるもんあれが最高だったって。うそ、うん、あれを超えられないって2回3回目、うん、お疲れ様です。あ、ほんといいのいや、俺だからあの、もう1年半ぶりかな、あれだから、うん、いやいや、何回目、5回目、待って待って、俺と最初純やったじゃん、うん、で第2回が俺と純と大ちゃんとしみちゃんだよね。あ、そう、うん、あ、そうだっけ。で第3回目が純と翔平くん、うん、で第4回目が純、あの、滑りに滑りまくった純と関谷の回え、あったっけそれ。それは覚えてないな。純と関谷の回やった。じゃあこれ5回目ですか。これ5回目。あ、そっか、俺らジュンジュンランドでやったんだ。うん、5回目遊びました。結構、いや、わかんないけど、覚えてない、俺全く聞いてないから。でも誰のも1回も聞いてないかも俺、本当に。あと1回あればでも6回目だよ。90ポイントよし、来た、出たよポイント、こびやがってこの今日ポイントついに来てますからね。まあ、そうだね、そうだね。なんかラジオ、うん、俺あんまり別にそんな乗る気じゃないんだけど、めっちゃポイント制度。あ、本当に、うん、俺はまあえ、これ何、これ知らないっすよ。何色、これ何、わかんない。いや、茶色ですね。うんこじゅんじゅん、なんで俺じゃないっす、絶対チョコトラップCT CT じゃん。ということで、まあこの辺でですね、もうお別れということで早い早いじゃん。そうそうそう、うん、1時間やるもんね。そっか、1時間きっちり。だいたい、まあ、まだ4分ぐらいしか経ってないですね、うんうん、どうすか最近早朝は。ネタがね、うん、なんか言うとんだよ、俺。ん？なんか喋るかなと思ったら、なんでしょ？したよ。そうだね、なんかネタがね、うん、でもまあ俺はみんなで楽しくバスケして、そう、いや、まあそれだけなんですけど、うん、それなのなんか変わりました。いや、別になんも、まあたまにネタやって、もうワンワンツーオン、だってさ、なんかワンワンツーオンツーやったらやったりさ、うん、なんかネタ動画とかもっと面白くやってくるとは言ってさ、それでそっちやるとさ、うん、バスケやってくれって言われたら、友達なんだよ、お前のためにやってないんだよ、このやら。いや、やっぱみんなはやっぱいろんなチュンチュンが見たいってこと、ね、うんうん、俺、俺、うん、いや、いろんな関谷見たいな。えいろんな関谷見たい。本当かな最近出番があんまいないからね、関谷。怪我しちゃった、怪我した。あ、怪我したんだよな、そ そういえば。これ、あの、知らない人かもしれないけど、あの、関谷はね、捻挫したんですよ、うん、ダイナミックな捻挫しちゃって、うん、1ヶ月くらい離脱、うん、でもその割には普通に歩いてたけど、ね、まあ歩いてましたね。ベンチ持つ、そうなんだっけ、最近の2対2の動画とか、最近の2対2の動画で関谷がなんか映り込んでる動画があったと思うんだけど、あれもう捻挫の真っ最中で、うん、普通に歩いてて、でなおかつ重たいベンチを持って歩いてたからね。いや、もう俺編集中衝撃でしたから、ね、二度見しちゃいましたよ。えと思って、いや俺も最初にあれ見た時にえっ、ー、ってでズームして、うん、いや普通に歩いてるわと思って、しかもなんかあんまビッグも引いてねえしみたいな。いや、あれ最初入ってきた時あれ足傷ってたよね。そうなんです。普通に来た時は引きずって歩いてるのに椅子を持つと普通に歩いてる。そうそうそう、どういうことだよどういうことだ、ほんと。いや謎だそうまあ謎の部分多いですからね、神経は結構、関谷
でもほんと毛が少ないやつなのに、なんかもう結構付き合い長いけど、これで多分毛が見るのまだ2回目くらい。俺もそうだよ、2回目ぐらい。しかも結構2回、今回のも含めて両方とも結構大きい毛が。そうだね。そうかさ、あのゴールデンウィークじゃん、はい、今ゴールデンウィークの真っ最中だよ、これ撮ってるのは。これでもいつアップされるんだろう、多分、まあゴールデンウィーク中にアップするかな、多分。あれ休みいつ？俺ですか？小読み通り。そうですよ。なんか長い人は10連休ある。いやもうそれはありえないな、ちみちゃんは？いや俺もカレンダー通りですね。カレンダー通り。カレンダー通りです。どうせ有給使ってんだろ。使わない、俺は使わない。そういう時にもうちゃんと真面目に。あ、しみちゃん有給使える仕事なんだっけ？有給使いますね、はい。ジムはあんま使えないんだけど。俺はまあそうですね、結構空気的に。なるほどね。ちみちゃん何の仕事してんの？いや、普通のまあね、サラリーマンだもんな。サラリーマン。しみちゃんはね、真面目なサラリーマン、うん、答えちゃいそうで、ジムがパン屋？俺パン屋。いや、そう。あ、伊勢丹の、はい。うん、いや、俺さ、いや、なんか俺、みんなの仕事、なんか、なんとなく分かるんだけど、関谷の仕事だっけね。関谷の仕事なんか、俺、何や、俺知らないんだよね。はい、知ってんのみんな。いや、もう俺もなんとなくしか分かんないですよ。いや、俺、すごい、なんか、謎だったんだよね。他は？ん？他は分かるんですか？他の人、まあ、分かるよ、大体。いや、何が俺、一番謎ってんだ、あいつ。職場に徒歩で行ってるんですね。いや、まあまあそう、結構遠いらしいですからね。いや、徒歩で行く人いる？いや、パートのおばさんだって自転車で行くでしょ。まあ目の前だったらまだわかりますけど、いや、まあ20に、まあ徒歩ででも20分弱っていう話。いや、25分かかるな。25分、うん、その人言うかなっていう俺は疑問はあったんだけどね。まあそうですね、確かに、うん。まあこんなラジオということじゃないんだけど。捻挫してる時多分大変だったっすよね、あいつはね。あ、なんか その時はなんか車で行ってたらしい。車で、うん、自転車壊れないですか？あ、でもパクられるとか言ってたの。自転車をやっぱね、この俺らの住んでる町川口市っていうのは、うん、危ないんだよ。うん、自転車が傘感覚で盗まれる町だから。すごいっすね。いや、そうだよ。コンビニのビニール傘みたいな感じ。盗まれたことねえけどな。で、車が自転車感覚で盗まれる街だから。すごいんだよ。そんなことないでしょ。盗みありますからね、ほんと。車のタイヤとか気づいたらなかったりとか。うん、あんの？いや、うちの親戚ほんと盗まれちゃいましたよ。いや、俺の兄ちゃん盗まれてるからね、車普通に。へぇ、マジっすか？うん。で、半年ぐらいして、熊谷の方で、ボコボコになって見つかった。熊谷なので、うん、いやもう、いやだから取り行かなきゃいけないんで、それでも警察にやられて。いやもう、もう廃車でいいじゃん、はい、なんかそれが面倒そうだったっつって、すごいショック受けてたよね。それ今でも覚えてる。ないの、なんかそういうの俺、うん、俺の友達がなんか玄ちゃんを昔パクられて、うん、戻ってきたら超三段シートみたいなやつで、玄ちゃんなんかなんかすっごいもうラメっていうんですか、うん、キラキラになってて。ジュンはパクられたことないの？ない、ないっすか。パクる方だったもんね。まあ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 パクってはない、パクってはない、パクってはない、パクってはない。乗ったりとかはまあ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 借りるって。そうそう、借りて。パクってはないだってさ、今日の中署だってな、サザメのボールパクってたから。一応悪いやついっぱいいるんだよ。悪いやついんないっぱい。そういう町、埼玉はいい町。ぜひね、遊びに来てほしいですよね。何なんですかね。家来なくて。じゃあ曲行く？曲早い早い早い、まだ早い。早い。じゃあ行きますよ、行っても。本当？なんかあれ新曲なんだって。あ、まあ、まあそうですね。ちょっと前に、うん、そのレコーディングして。そうだね。まあ1ヶ月前ぐらいですか。うん、ロスで。ロスでね。レコーディングしたんですけど、あの空気が乾いてるから、まあ、音がいいらしい。ロスは。いいな、ロサンゼルス。うんうん、まあ1週間ぐらいで。そうだね、滞在して、まあその間 PV とかも、うん、やったんですけど、まあその曲、そうだね、いっちゃいますか。まあその俺と、まあ、フィーチャリング大ちゃん、おうおうおお、なかなかいいラップ持ってっから、はい、うん、その曲なんですけど、うん、聞いたことある人いるかな。いや多分な、いやないです。新曲ですからね。新曲だからな、うん、出してないんで、うん、世には。早朝史上初出すからね、うん、初出し。じゃあちょっといっちゃいますか。順々曲紹介お願い。はい、曲紹介別にないけど。とりあえずじゃあ、まあロスで撮った I love ロス、フィーチャリング大ちゃん、聴いてください。どうぞ。久しぶりにさ
さ、イラン人から受け取ったさ、極上のなんだけど、吸う？うん、マジで。ちょっとじゃあ吸おうぜ。ちょっと待って、今マックから。うん、早くしろよ。あ、違う、あるんだ、木曜日が。吸おうぜ。うん。いや、マジ、これ相当決まるよ。本当かよ。いや、マジマジマジ。まあ、いや、じゃあ吸おうぜ。うん。まあ、俺から吸うから。うん、わかった。いや、ああ。俺のチンコはショートホープ、うん、変幻自在にコントロール、Why? 吸ってるタバコはメンソール、yeah. シケモクを深く吸い込むタバコ吸わなきゃ指がぐちゃぐちゃだから俺は今日もスパスパタスポの写真顔がはみ出る、うん、なぜなら俺はビッグフェイス、はい、1にニコチン2にニコチン、Why? 3しがなくて5にニコチン、うん、目がすとあ見てると気持ちいい、うん、そのままトイレ入る一人廊下でマエロがキャンキャン吠える出た瞬間に罵声を浴びせるお前ら、お前らふざけんなもん、お前ら My father will look at you 怖くて吸えない My father will look at you 怖くて吸えない My father will look at you 怖くて吸えないマリファナウィードガンチャはあ、俺は JT 生まれマイセン育ち吸ってるやつは多分友達吸ってるやつと少し同じ普通の道歩いてきたこの街そうか川口、Why? そうし春季も早々にヤニに続行にライターなら置いてきた学校にマジポリに迷惑かけた本当にだが時は経ち今じゃニコチンバカそこら中で着火火つけサスパライターもたらマジでナンバーワン川口代表タバコ大好きそうこの地この村に生を授かりジャニ無敵のタバコ授かりJT 公務員警察に今日も金払って吸ってる荒れた俺の灰マリファナウィードガンチャ怖くて吸えないマリファナウィードガンチャ怖くて吸えないマリファナウィードガンチャ怖くて吸えないマリファナウィードガンチャはあんたにとって心筋梗塞の危険性を高めちょ、前よ、ふぅ前よ おい、違う違うこれ、このくだり何回やるんだいや、だってないですよだめもう、この手からいや、じゃあアーディさん振ってきたじゃないですか心筋梗塞あんだろいやいやないっすよあ、ないよだって逆に嘘じゃないですかだってあ、ほんと新曲あんだろみたいななんか DJ 風に言ってますけどいや、ちょっと DJ 気取りしちゃったよ全然なんもないっすか、うん、俺乗るしかないんで聞いたことソーチャーだったら多分もう、うん、来るって分かったんじゃないソーチャーだったよね何回聞いてんだよ、俺って言うんだよ CM ダウンタウンセレブ見ましたあ、見たよあのダウンタウン選手権うん、あのソーチャー選手権やりたいっすよ。あ、やりたい。ソーチャー選手権か。あ、やりたいね。クイズ。で、あのちゃんとクイズ。そうだな。で、早朝で比較的見てない大ちゃんと、うん、大ちゃんと何にしようか。キム。キムを。とあと、うん、そのもう今捻挫して1日10時間ぐらい見てるシェキヤと。あ、シェキヤはずっと見てるから。シェキヤはでも早朝の動画すごいチェックしてくれてるから。うん。うん、再生回数も。あいつが稼いでるから。うん、60回くらい見てるから。もっと見てる。あ。100ポイントよし来たいやなんか変じゃないなんか寄せに行ってんじゃないちょっとありますね、うん、気に入ってるでしょいやいや攻めてますか攻めてるなポイントを取りにかっこいい T シャツ着てんねいいですよね、うん、膝どうしたのあ膝いやいやこれ特に何もないっす何もねえのかよそれ怪我したんじゃないの大丈夫です何も怪我してないっす怪我したのはシェキアですかシェキアもうシェキアの話やめよう、うん、えでもシェキアシェキアネタ続いちゃうんですけど、うん、またなんかあんのえやめた方がいいっすかいやいいよ別にいいよいいよ何シェキアツイッターやめちゃいましたよねああこれでいい話なんすかいや別にいいじゃん別に自分でするいやなんかもうなんでやめたのいや分からないですなんか急にいや結構でもあいつ謎なところありますからねいや謎なところあんだよ、うん、なんかそのやめますみたいなツイートをえでも前からちょいちょい言ってたよあやめたいっていやなんかもうやめようかなみたいな思ってるんですよねあ本当に言ってましたよ楽しんでたじゃんツイキャスとかツイキャスとかもう見れないと思うと俺と
アウディさんちょっと寂しいですよね。結構まあ準レギュラー的な。準レギュラー。なんでレギュラーの人が。いや別に俺は。結構でも言ってますよね。俺は見たことね。ジュン君来てないよね。うん。アウディさんよく行ってましたよね。俺が行くと絶対いましたもん。俺が待ちに待ったみたいに。早朝ステッカーもらったって来ましたね。あ、本当？あ、そう、早朝ステッカーのね、白がね、そう出て、それをエムスポに何枚置いてきた。20枚約20枚。ちょっと数えたんじゃん。いや、ないよ。一応金数えたら大体20枚ぐらいだった。20枚じゃあんまり読みね、回らない。いや、回らない。レア感だよ。うん、このレア感。黒よりも白。白の方が俺はいいと思う。俺も白の方が好き、うん、まあね、黒白って言ったらやっぱ白っすね、うん、で、あのエムスポの店員のやつさんの1枚のくだりは何だったの。いや、知らないっすよ。あれは何なの。あれは普通に俺が行ったら、うん、普通にまあちょっとじゃあ買い物してきますねみたいな、うんうん、で、それでもう見てて、そしたら急に俺踏みそうになって1枚気づかなくて最初、うんうん、で、普通になんか紐つくって何やってんすかって何やってんあれ。いや、なんかこういうのがあった方がいいのかなとか。いや、俺普通にステッカーを置きに来たって動画撮りたいんですよ。ああ、なるほど。ちょっとグイグイだな。しかもそれラスボスが行ってきましたからね。ラスボスが。そうですよ。だってあの人ちょっとなんか逆に必須じゃん。何やってんだよって言ってました、ね、うん。いや、違うんですよ。ラスボスさんのアップから始まったからね、今回の動画。え、何？あの、早朝ステッカーの、うん、ラスボスさんのアップから始まりました、ね、ああ、そうだね。なかなかパンチの効いた。あれ、でもラスボスしみちゃん食べたからね。え、そう。え、そうだよ。あ、そうなの。マジか。29っす。あ、でも多分な、でも早茶だったら多分みんなの年多分知ってますよ、うん、結構レベルの高い早茶だった、うん、今年29。いや、次30っすね。もう30かしみちゃん、何月で30なの。5月で30っす。あ、そう、5月20日か。いや、違う。あ、そうそう、じゃあ5月14だ。5月2日だ。いや、違う、5月14っすよ。違う。何？あ、違う、5月16だ。違うよ、わざと間違えてる。いや、間違えてないよ。ああ、え、もう本当に言っていい、もう思い出した、うん、5月23、うん、全然違うわ。っていう、本当、まあ、いつだよ。いや、5月の15で。ああ、15で、うん、もう16の時って惜しかったよね。え、なんでもない。まあね、やっぱそうなるとさ、背番号はやっぱ 5とかにしたくなんないの。515とか。ああ、いや、でもやっぱり背番号はもう515やっぱり背番号は43みたいな。じゅんじゅんは6だとしたら、うん、シミは43みたいな。ああ、なるほどね。43着てる人まずいない。なかなかいないよ、ね、いないですよね、うん、なんか23とか1とか0って結構多いじゃないですか、うん、なんか43は本当にもう俺くらいしか着てない、うん、青さんはなんでずっと4なんですか。いや、ずっと気になったんですけど。あ、本当、再生もらったユニフォームが4番だったから。キャプテンだったんですか。いや、なんかちょっと来た。クラブチームで。ああ、クラブチーム。クラブチームで余ってた番号が呼んで、で、それを着て。それ何十年前ですか。それ、20年ぐらいだ。20年ぐらい前。まだバスケットがなかったからね。そう。多分この子たち、見てるこの子たち、大半生まれてない。そうだよね。アウディさんがバスケした時、まだみんな生まれてない。マイケル・ジョーダン元気だったからね、普通に。うん、そこからじゃあもうずっと4番っすか。そうだね。へ、うん、ケビン・ガーネットと同い年だから。アーディさんとケビン・ガーネットとガーネットは同い年だ。ティム・ダンカンが一緒の年だから。すごいな。いや、あれ、なんか、なんか秘密、なんか言いたいことあった。いや、言いたいことを、いや、うん、言いたいことは関谷がツイッターやめちゃった。あ、好きだな。いや、俺でも、いやいや、で、なんでやめたの。いや、でも俺やっぱりなんか、うん、やった方がいいんじゃないかと思って、うん、シキヤに言ったんですよ。あ、やっぱりやらないのって言ったら、うん、いや、もうやらなっすねって言ってて、うん、なんでこれで多分そう。で、ちゃんとした理由は何だったの。いや、あんまりはっきり分かんないですよ。謎なんですよ。だからあいつはもう結構すべて謎が多いんですよ、うんうん、いや、俺もね、あいつ徒歩で食事するからね。捻挫しても。まあそれ一番謎っすよね、うん、だってなんか自転車で徒歩で。そうだよね、行った方が良くないかって。まあね、まあ、そんな1万円ぐらいでしょ、自転車も安いのとは。でもなんか、まあ、何回か盗まれたとか言ってましたよね。ああ、やっぱり盗まれたとか。あそこら辺治安が悪いですからね。そうだよね、20に30にロックすれば、うん、強固なもので、うん、強固なものでテーピングで足首を固めるかな。そうそうそう、うん、ガチガチにね、うん、そうなんですよ。そ
しみちゃんも辞めるかと言ったじゃあ。いや俺は特に何も思ってないんで辞めないですね、うん、ただもうシキアのツイキャスが見れないと思うとちょっと寂しいです。お前ただのファンじゃねえか。やれない自分でやれないよ。いや俺がもうダメなんすやれよ。じゃあ自分でツイキャス。いややらないです。今度ねシミちゃんがね毎週金曜日ツイキャスやる。絶対無理ですよ絶対無理ですよ絶対無理ですよそれでもシミちゃん新曲あんだって。えあんだってシミちゃん新曲うん披露しちゃうんですか。まだ早い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 。もし貯めてもいい、うん。結局また同じ曲流すんだよ、ちょっと思われてから。いや、思われてますよ。そういうことあと、うん、ちょっと話出す、変わりますけど。いいよいいよ。なんかあの、今度 YouTube の生ライブ配信みたいなのやります、ね、どういうこと。あ YouTube で生ライブできる。あ、でもさすがに、だからまあこういう喋ってる映像っすよね。さすがに、うん。バスケとかじゃなくて。は、Wi-Fi が。あ、まあ別に持っていけるけど、ポレート Wi-Fi 持っていけるけど、でもなんかあんまバスケしてるところよりなんかこうやって喋ってる映像を生ライブな配信みたいな、うん、YouTube なんですよ。あ、やろうよ。そう、それ面白そうかなと思って。あ、生で、じゃあリアルだからもう多分全然ツイキャスなんかよりもっと YouTube の方が登録者多いし、うん、だからもっと多分結構見れるんじゃないですか、うん、告知すれば。それリアルタイムでコメントされできる。あ、そう、出てきます。ああ、じゃあそれに YouTube バージョンみたいな、ツイキャスの。そっちの方が多分めちゃめちゃ来ますよ、人。いや、やろうよ。多分半端なく来ると思いますよ、うん、半端なくは言い過ぎか、ごめんなさい、ちょっと調子乗った俺、うん、反省。でも、セキアのツイキャスより来るでしょ。いや、そりゃそうですよ、20人ぐらいだったら、ね、セキアのツイキャス、そうですね、10人少なかったですよね、うん、なんか、まあ、そんなもんじゃ、結構ファンはいました、うん、熱いファンはいた。俺とアウディさん以上のファンはいました。うん、もう、レギュラー的な我々準レギュラーですもんね。そうだね。いやもう見れないと、聞けないと思うと、うん、もうラジオのパーソナリティ気取りだったからな音楽とか流れてましたよね、なんかね。ああ、後ろで音楽不思議なツイキャスだね、うん、金曜日の楽しみがやれってし。いやいやいや、俺はシェキアのツイキャスが好きだったんですよ。それを陰で笑って最低やろうな。聞いてやろうだよ、本当に。いやいやいや、本当もう準レギュラー、いや準レギュラーではなかった、うん、アウディさんも準レギュラーでしたよね、絶対いましたもん。いやいや、そんなことないよ。いや俺が行った時はいましたよ、絶対。本当に。いや、すみません、ちょっと盛りました。そうだよねどうするんですか。どうする、じゃあこれから。何ですか、今後。うん、今後早朝どうじゃ、逆に早朝どうすればいいですか。うん、そうだ、これはみんなに聞きたいよね。あ、俺に。いや、もうみんなにもそうだし、うん、いや普通に今まで通りでいいと思うんだけどね。今まで通りじゃねえかよ。うん、今まで通りなんだけどね。今まで通りじゃないって言われちゃったらね。ああ言えばこう言うんだよ、みんな。だからお前、俺は別にお前一人のために作ってんじゃねえやって言ってやる気や。まあないもみんなのために作ってんだよ、俺は。そうだね、うん、まあないものねだりっていうことでね、うん、まあ言えばこう、まあ、まあそういうコメントをしていただけるだけでも嬉しいからね。見ていただいてるっていうことでさ。いいんですよ、アウディさん、コービーなんて。これマイナスですね。マイナスですよ、マイナスポイントかな。戦うときは戦った方がいいんですよ。そうだね。俺、あれはやっぱあれがやばかったの。俺のイエスの、あれ、うん、俺のイエスマンになったときやつやった、動画で。いつもあんた。違う、あれがさ、なんだっけ、しみちゃんがなんか俺にパワープレイ、ガチョブキストレーだとか言ってそうだ、はい、グレー、はい、チャージング全然チャージングでもねえのに。そうやったよな、そうやったよな、って言ってるでしょ。なんであの動画、あの動画なんだったあれすっげえ面白かったんだよ、俺。触ったよな、おかしいなぁ、おかしいなぁ。なんかルーズボールを引っ掛けるの結構楽しくない。ルーズボール、あのね、最近のやつ。最近のやつもそうだけど。ゾーン2のやつ。あれどうして、うん、あの完璧もうボール純くん取りに行ってたのに、なぜかアウディさんに取られてるよね。カメラのないところで。これ何があったんだっけ。俺もねちょっと覚えてない、ね、翔平くんももう欲してたもんボールを、うんうん、いやあのね、いやあの時ちょっとねもうごちゃごちゃしてごちゃごちゃしてなかった、うん、いや分かってたんだけど翔平いたの、うん、そう投げれなかった。最新の 2on2 のやつでしょ、うん、そうです。やっぱあのルーズボールへのこの執着心、うん、うん、これをやっぱ見習ってほしい、みんな。やっぱそうですね、うん、結構一番大事かもしれない。一番大事、大の大人が、うん、あんなにルーズボールを、ね、6時くらいからあんなルーズボールを痛いんだよあれ、うん、そうだよ、大変なんだよルーズボールってのは。また第2回ルーズボール選手権やります。じゃあやるしかないね。ルーズボールあれ大ちゃんが1位だったんだっけ。いやあれね、あれ、あれ用意どんじゃ俺大ちゃんに絶対勝てないから。そうっす、大ちゃん当たりやすい、うん、俺さ一回やったじゃん最初に、あんたの瞬間に俺二度とこいつには勝てないなと思った本当に。早いの大ちゃん。いや早いっすよ大ちゃん、うん、で目の前にあるボールをこうやってトレイクするんだったらいいんだけど、うんうん、あのダッシュする期間、うん、あれね、絶対勝てないよ俺大ちゃん。
最近見ないの大ちゃん。大ちゃん見ないです、ね。大ちゃんなんか仕事。仕事がねちょっと忙しくて、うん。ターニングポイントに来てるから。大ちゃんの。うん。そう大ちゃんでもやりたいですよね。でも仕事がやっぱそうなんですよね。そうだよねやっぱ、うん、いやだから大ちゃんの仕事も俺知ってるの。ああはいはい。うん。そうですね大ちゃん、うん、まさか日曜日仕事になっちゃうと思うんだけど今年からですもんね。そうだね今までは日曜はあの休みだったから、うん、早朝には来れたんだけど最近ちょっと仕事の内容なんか分かんない、うん、ちょっと立ち位置が、ね、立ち位置が変わって出世して、うんうん、ちょっと日曜も出なきゃいけなくなって、うん、アビーさん翔平も分かりますよね。翔平も上がる。翔平くんはね、あの縁の下の力の持ちの仕事というかね、あの日本全体のそうですね。とある部品、まあ、まあそうですね。とある部品をあのちょっとね、うん、もう翔平くんがいなかったら日本は動かないぐらい。いやもう本当そう、本当にそう言って過言ではないです。絶対みんなはね、一回は目にしてるから、うん、あのそれぐらいあの重要な。一回どころじゃないんだよ。うん、それぐらい重要な仕事をしてる彼は。うん。ああ見えて。あれ翔平くんの勤めてる会社、うん、俺の実家から近いんですよ。知ってる。あ、そうなの。めちゃめちゃ近い。徒歩で行ける。いや、徒歩では無理ですね。徒歩で、あの近い近いっつっても徒歩では行かないよ。出た出た出た。近いっつっても徒歩じゃ行かないよ。いや俺がもし翔平くんの会社だったら、うん、歩いて行きます。あ、ほんと。歩いて多分5分かからないくらいなんで。でも毎日行かなくちゃいけないってなった時に絶対徒歩じゃ行かない。自転車で行くだろう。あ、まあ自転車で行きますね。ちょっと捻挫してたらやっぱ多分で、うん、俺も職場行くとき翔平くんと同じ道通って、うん、あの最近毎朝すれ違うんですけど。あ、翔平くんと？翔平くんとすれ違って。なんかそれでいいね、なんかいい話だね。なんかいつもすれ違う。翔平くんあんまり俺のこと気づいてくれなくて、いつもバイクですれ違って。視野が狭いから。視野が狭いからでしょ。多分ヘルメットが新しくなって視野が狭くなっちゃったから。ヘルメット関係ない。関係ないよ。あのサングラスだろ。違います。今日サングラス。あ、今日多分あれは、うん、あの夏バージョンのヘルメットです。あ、本当に。いつもはちょっとなんかもうちょいフルフェイス。フルじゃないんですけど。フルフェイス的な？フルフェイスじゃないです。なんか。ハーフ。それは原付きで行ってんのか。そう、原付きで。うん。ですれ違うとこうお互い会釈とかこうする感じだったんだけど、うん、気づいてもらえないときは本当にもう全然。ちゃんチャリで行ってるの？いや、俺もバイク今。バイク行ってるの、うん？近所もバイクだもんな。うん。近所もバイク。でも職場変わっちゃったんでしょ？そう、近所は変わっちゃった。うん、あと近所の職場と今の世間の職場近いでしょだって。まあ、あ、そうなんですか？あ、まあ、まあまあ近い、うん、かもしれない。だからそうやっていつか会うかもしれない。すれ違うしみちゃんと近いですね。いや、近所と、うん、関谷が、うん、でも両二人とも視野狭いから気づかないけど。いや、そんなことないですよ。そんなことない。そんなことない。あ、二人はまあ、まあ、いい、うん、まあでも何ですかこれ。なんか今言おうとしたんですけどちょっと忘れちゃいました。どうしたの。いや、なんか何か言おうと思ったんだけど、うん、言うことを忘れちゃって。緊張してんのか、ラジオで。ラジオでちょっと緊張してる。久しぶりだもんね、ラジオ。いや、ほんと久しぶりだわ。うん、これやってっていう声は多かったよ。いや、そうですよ。多いでしょ。検索もそうですからね。オールモーニング日本でしょ。だからもしかしたら、でもその、ほんと検索はすごいですよ。ね、すごい。でも上位に入ってるんですよ。うん。そのオールモーニング日本とラジオっていう検索ワードで、みんな調べてここ来てるんですよ。だから早朝は結構ラジオを欲してるかもしんない。なんでなんだろうね。これ長いじゃん。だって1時間でしょ、うん、ああそれやっぱ聞くのかな。でも多分聞かないで1個目とか書いちゃう人いるんですよ。まあまあそれはね。まあそれはね、仕方ないですよね。お前だな。おや、いやいや、そんな俺いつも好評だ。あれ普通に放置してなんか勉強とかしながら聞いてるとか言ってます、ね、あ、それはいいことだ。うん、うん、あの勉強しながら、だから受験勉強、うんうん、あ、じゃあなんかエール送ってください。もう終わったか。受験、わかんない。でもこれから中間です。中間ですとのある、うん、中高生に。アウディさん、人生の先輩として。そうだね。これから受験の方も、受験が終わった方も、このラジオを聞いてね、うん、勉強してほしい。そろそろ中間テストかな。期末テストかな。いや、中間ですよね、まだ。うん。頑張ってほしい。うん。勉強は大事だからね。うん、しっかり勉強して。うん。うん、いい高校に、いい高校入って、大学入って、就職して、仕事して、頑張ってほしい。俺らも頑張ろう。そうですね。まあ大人もね、うん、頑張んなくちゃいけない。うん、大人頑張んなくちゃ。大人が頑張んないと、俺らの背中を見てみんな掃除屋たちは。そうですね。もう仕事じゃなくてバスケでもそうだし、何でも。じゃあ俺らも楽しくやらなきゃ。そうだね。バスケ。うん。
楽しくやってる姿が一番美しいから、うん、まあそうっすよ、ね、楽しんだもの勝ちだから、うん、そうそう、勝ち負けじゃないのよ試合とかで、うん、試合で勝った人たちも一つ上のレベル意見も上げるわけだから、うん、バスケが好きかどうかですよね。そうだね。なんかこの前純と話した時にね、ちょっととある話題になって、はい、あの前にさ、1年半ぐらい前かな、うん、あの俺と純が早朝やってるところに子供が訪ねてきた動画を覚えてる？子供うまかった、うまかった、うまかった、あー、メガネの、うん、そう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 、お母さんと、はい、彼、あの動画すごい良かったじゃん、うん、で、彼今どうしてんのかなって、まあそうっすね、話してるんだよね、最近、まあ、ツイッターとかでもちょいちょいたまに、あ、ツイッターじゃねえや、YouTube のコメントでもちょいちょいあるし、いまだに、うん、あの動画にコメントある。あ、この子何してんだろうみたいな、うん、だからもう多分中学校入ってるかもしんない、うん、いや入ってますよ、うん、いやだからそのなんかツイッターで誰かが、うん、なんで見たんだっけな、あれなんかそれで、なんかその子が、あ、なんかあの早朝の動画で出てた子が、うん、中1で入ってきたみたいな。あ、本当に入ってたよ。だから その後ミニバス彼が入ったのかとかも知りたいですね。どうなんですかね。いや、だからあの子だ、あの小 5？ いや、ちょっとね、ね、いや、確か小5だった気がするんですよね、うん、だとしたら小5だったらちょうど1年、うん、中1じゃないですか、今多分。いや、俺も、で、あの子がまたいい子だったからね、うん、そうですね、素直で、しかもセンス抜群だったし、うん、もう一回会いたいですよね。いや、ちょっとね、感動の再会をしたいです、ね、いや、したいと思うんだけど、どうも、もう連絡先も知らないし、いや、もう何もわかんないですよ、うん。じゃあこれ、ちょうどこれを機に、もしこれ聞いてたら、あの知ってる人がいたら、うん、そう、教えてほしい、彼の詳細を、うん、で、今度は俺らが会いに来たよね、うん、お、アウディさんのシェキアで、お、俺はいや、俺も、俺もだよ、俺はもう、俺もだ、俺もいねえんだからそれ、カメラなしでね、完全プライベートで、プライベートでシェキアのこと知ってるかな。いや、絶対知ってますよ、うん、いや、会いたいですね。いや、本当。で、ワンワンして、まあ、今度は俺をボコボコにしてほしい、うん、そうだな、まあ、まだ無理か、中1じゃ、まだ無理かもしれないな。いや、でも多分、ちゃんとやってるの絶対重くなりますよね、うん、その、まあ、指導者次第だけど。そうだね、その彼の住んでる町のストリートコートにさ、あくちょっとお邪魔してさ、ちょっとおやつタイム、うん、ピーナッツブロックチョコいただきますファミリーマートの商品、うん、どうですか。おいしい、甘すぎず、うん、あとこの中にナッツが入ってて、何点ですか、うん、食感と、うん、72点かな。しみちゃんは何点だよ。いや、結構これ高評価ですよ、うん、82点かい。バカじゃねえの。なんで66点って言うの。これ66点より美味しいですね。いや、もう振りだろ完全今の。え、分かった、本当分かってて。いや、分かってましたよ、66点を言ってほしいんだなっていう。あ、分かってて透かしたタイプだ。分かってた、出たよ、一番嫌いなやつだ俺。うわ、もうこれマイナスでしょ。マイナスですね、マイナス80億ポイント、出たー、俺で100点今日もうダメだ、逆転なわけ、0ポイントじゃないよ、0ポイントで逆転。アワジさん得点1回負けたことがあるか。ある。俺が得点もらうとね、すぐマイナスポイント入れてるの。パワーバランス考えてるから。そうそう、うん、パワーバランス。誰がリンゴ狩り行くんだろうな。やばいな、リンゴ狩り。そうなんだ。ポイント制度、なんかこのポイント制度話したら、うん、なんかポイント制度まだあったんですねみたいなコメントありましたよ、ね。いや、まだ覚えてるよね。ポイント制度覚えてる。想定は結構あれで。あれ一番最初何で行ったんだっけ。いや、わかんないです。覚えてないですね。なん。なんかの初期のラジオの頃もポイント制度ありましたよ。あったあった。いや、だから、あ、そう、初期のラジオだ、2回目のラジオ、大ちゃんとしみちゃんが来た時だ。もうそこで始まったんですか。多分そこだと思う。え、嘘、そうだっけ、うん、なんか、え、あー、そっか、でもそれぐらいしかないか、うん、なんか喋る動画っていうか、そのガッツリ、うん、そうそう、だってあの、2人の時はやってないもん、ポイント。まあそうっすよね、うん、でもなんか普通にプライベートでもネタでやってませんちょっとやってた、ちょっとやってましたよね、うん、だからそれをその時に、あ、そっか、そのままラジオで動画で出たのは多分それが初めてですね。あー、そっか、うん、あと討論会やってない、まだ討論会。あ、討論会俺討論会好きなんだ。いや、あれ討論会もう画像、映像付きのあれだからもうめっちゃ重いんすよ。めっちゃ重くてそれ1時間ぐらいやるから。でもね、討論会を見たいっていう意見は結構多いのよ。何でも結局欲してる人はいるんすよね、うん、旅とか、うん、だから、周りには別に、うん、因縁の対決とかの再生回数全然いきますけどね。そうだよ、いや、ほんと全然いきますからね。いや、俺いつも思うんだけど、結構欲してんのに、なんか
やっぱコアなファンしか 見ないのかな。そうだね、普通の、うん、ツーオンツーワンワンもツーオンツーとかの方が最終回で、逆にコアなファンしかコメントしないってのもあるかもしれない。まあまあそうですね、うん、まあそうですよ、よく考えたら再生回数例えば、まあ、2,3 万いってもコメントで100ぐらいじゃないですか、うん、多分いって、うんうん、ごく一部のやっぱコメントしたがり屋さんがやっぱいるからさ。まあでも嬉しいですよね、コメントしたがり屋。いや本当嬉しいですよこれは誰誰うん、まあ、うん、ねえ、まあ、討論会もテーマがないからね、うん、そうなんですよ。テーマがね、前回ね、なんだっけ、漫画か、うん、際どかったから、うん、本当はどっち話すか。おもうスラムダンク。いや、俺はね、うん、他の人はウトついてるけど、うん、みんなスラムダンクだと思う、たぶん。うちらスラムダンク世代はね、うん、そうっすよね、うちら世代はね、うん、まあ、俺は黒子のバスケだけど本当に嘘ですよ、こびたんですよ、今見たことないでしょ。ないっすよ、今ガキどもにこびたんですよあ、でも俺前回読んでガキどもにこびたって、なんか俺矛盾してんの。はい、何。俺前回見て、黒子の黒バス、うん、マジキーマジキー。何 のシーンでしょう、今それ。え、何のシーンでしょう、今どこのシーンでしょう。どこのシーン。マジキーって。マジキー、これ分かるよ。分かんないっす、言わないでください、まだ、うん、分かんないっす。本当に分かんない、本当に分かんない。見てないの。見てない。俺のこと好きじゃないでしょねえ、その動画いないっすからその動画映ってないっすか。知ってる知ってる。でもこれ聞いてるそっちゃんは分かるよ、分かっちゃってる。でこれ答え言うのやめよう、答え言うのやめよう。じゃあ今から問題出します、はい、これはどの動画の場面でしょう。マジキー、懐かしいね。また行きたいね。あ、じゃあその1個前のセリフも言った方がいいですか。うん、いいよ。じゃあもう一回行きます、うん、じゃあそのクイズです。はい、てれんてれん。これはどの動画で使われた名言でしょう。どうぞ。え、めっちゃ混んでんじゃん、マジキーって笑い声なんだよね。そうですね、うん、分かんないけど、ここいやーでもなんとなく当事者じゃないからね。いや言ってみて。かき氷かなんかのやつですか。出たよ。あ、違います。そうちゃんじゃないね、しみちゃんは。そりゃそうでしょ、そうちゃんじゃない。そうちゃんじゃない、そうちゃんじゃない。そりゃそうでしょ、そうちゃんじゃないよ。そうちゃんだよ、そうちゃんじゃなくて、そうちゃんだよ。そうそう、わかんないか、しみちゃん。わかんないか。なんかじゃあ、あります問題。問題、はい、いいっすよ。そうそう、しみちゃんもなんかあんだろう。いや、でも俺別にそんな詳しくないからね、意外と。うん、わかるところはわかるけど、うん、そう言われちゃうとな。なんかセリフでも、うん、問題ってなかなか作れないですよね、うん、なんだろう。問題、じゃあアウディさんが、うん、なんか急に空になんか助けを求める動画は何かみたいな。それは簡単だよ。これ簡単なの。これ大体簡単だよ。これそれ どういう意味。空に何かを、何、空って何。あの、サイスタミのなんか、空に向かって、うん、なんか本当だよ、確かに。あ、伝説の、伝説のアドリブ動画。あ、アドリブだったんだ。アドリブっていうか、もうあれ、急に飛んできたから。そうだよね、上でしかねえと。最高だったね、あれ。なんか、ほんとに、じゃあなんか爆笑、ほんとあのシーン面白かったなっていうのあります。今までの動画で俺なんか関谷が枝折ってるやつ面白かったな。え、あー、俺も結構好きあれ。え、何知らない。そっちゃないじゃん。そっちゃじゃねえ。そっちゃじゃねえ。何俺なんか俺出てないでしょ。出てないです。そうか、アジさん自分で見ないです。そう、自分が出てないで見ないから。あ、もうダメだこれもう。タイム届けたことないと。やばいんすカメラ目線で枝をなんか膝で折る動画があるんですよ。え、知らないっすかそれ。俺もあれ結構好き。俺動画内でも俺爆笑してるもんね。いや、わかんない。なんだ、マジっすか。結構あの動画アウディさん褒めてくれたんだけどな、出した時。いやー、ジュン、これは衝撃だって。いや、あれ、なんか結構俺らのパクリみたいな。あ、わかったわかったわかった。わかった。あの子ポキってやつ。なんか、何回かあの、リプレイするんですよ。そう、なんか、あの時、俺らの2番、そう、早朝の2番戦時がいっぱい出てきて、みたいな、うん、その中であれ、あれやられたら、うん、いやもう俺だ、もうずっと見ててこいつらいつ喋んだよと思って。いやいや、分かった分かった分かった。あれ、枝持ってないよね、あれ。え、持ってんの。持ってます、あ、持ってんだ。なんかこう、なんかこう膝であれか、あれ、いやいや、あ、そう、なんだろう。いや、あの、鎌倉でしょ。あ、そうそうです。いや、あのほんとね、あの動画は俺も好き。悔しかったもん。言ってなくて。いや、ほんとになんだよ、汚ねえなって言ってんじゃんと思って。
いや、あのやっぱ旅動画もしたい、まあ、そうですね、旅動画したいんすけどね。いや、あれやんないの、もちろん。いや、やりたいっすけど、うん、いや、あれ一番編集やばいっすからね。うん、それやっぱり逃げてほしくない。まあそうですね、うん、いや、やりたいですけど、あとまあなんか予定とかもちょっと合わせて、あと誰の人選とか、うん、あと場所ね。あ、まあそうですね、まあそうそうそう、そういうのもいろいろ。あ、なんかこれも募集したら場所、うん、どこ行ってほしいみたいな。遠すぎるのもあるじゃないですか。そうだね、まあ、サクッと帰れて、そう、近くて、ちょっと遠出してる感がある、ね、あ、まあそうですね、うん、なんか俺自然系がいいかな、やっぱ。そうだね、なんか俺リメイクをやりたいですよね、最近。リメイク、ああ、わかる、それ前も言ってたよね。だから別にバスケ、まあバスケ動画でもいいけど、例えばだから、まあこんな審判嫌だのリメイクとか。ああ、なるほど、ね、とか、やっぱそれバスケじゃなくて、例えば、うん、例えばなんだろう、あ、瞬間移動とかね。あ、そう、とか、うん、あ、まあ普通に、例えばあの前、俺と翔平さんとシェキヤで秩父行ったじゃないですか、うん、それまんま完コピして、うん、全く同じやるみたいな。2016番バージョン、そうっすね、16年バージョン、うん、とか、まあ何でもいいっすけど、うん、まあ完コピじゃなくてもいいけど、うん、秩父行った時のさ、手振ってさ、手振り、あの手おちょだったね。いや、意外と振り返してくるんすよ。いや、じゃあ、ジュン、見てないの、しみちゃん。いや、秩父のやつ見ましたよ。どうかも、ジュンが手振ったら、なんか、もう口悪いけど、バカみたいに手振り返してくるんだよね。半端なく手振り返してくる。半端なくみんな手振ってくんのよ、秩父、うん、それで、いや、やめろ、お前ら仕方しろってずっと思ってたんですよ、心、うん、の中で。そう、もう近く来るためにみんなこうやってなってくる、どんどん。手振っちゃうんだよね。まあ、秩父は結構動画で面白かったかな、旅動画の中で。そうだよね。いや、俺もね、意外と旅行ってないのよ。そっか、行ってないですもんね。どこも行ってないし、俺、いや、多分どっか、あの、まあ、あのグルメツアー的なやつと、あ、まあ、あれも行きたいけどね、グルメツアーね。動物園も行ってないですもんね。動物園も行ってないね、うん、動物園もいなかったですからね、うん、行った気にはなってたんだけどね。あ、そうなんですか。うん、一人で。あ、うん、そう、なんかすげえコメントあったけど。あったよね。もう意味わかんない。うん、いたんじゃないかっていう、うん、あれも裏話するとね、うん、大変だったよね。大変でしたよ、うん、あのヘビ、カメラマンとね。ああ、まあいろいろあったね。ヘビ塚でしたもんね。そう、ヘビ塚でした。あれその話ってしてないっけ。んラジオとかでしてないでしたっけ。ヘビ、ヘビ、いや、ヘビはなんかそのくだりあれなんかした気がする前してないっけ。ヘビやばかったんだよねみたいな。俺とのラジオではしてない。俺とのラジオしかむしろ聞いてないんじゃないかな。いや、あれもう何十回も聞いてるから。嘘でしょ。本当に。いや、俺もちょっと気になってきたわ、それ、うん、ラジオ全く、俺マジで内容全く覚えてないですけど。いや、俺は車の中に入ってるから。マジっすか、うん、どんなか、ざっくり、いや、ざっくりめちゃくちゃ面白いよ。あ、マジっすか。いや、あのね、まず、YouTube に寄せられたコメントをね。ああ、そっかそっか、読み返す、あれだ、俺の妹子だ。そう、妹の妹子が俺やっちゃったから。そうだ、俺の妹子だ、それ俺が確か突っ込んだ。そうそうっすよね、あそこはなんとなく覚えてる。俺、おのの妹子知らなかったから、俺アメリカに住んでたから。あ、そっかそっか。あ、どこ住んでたっけ。ん、アメリカのどこでしたっけ。アメリカのね、メンフィス。メンフィス。もう言ったこと全部言っちゃう人ね。長かったんですか。ん、長かったんですか。いや、そのね、いや、そんなことないよ、うん、どれくらいいたんすか。3年ぐらい。2、3年ない、うん、そう、6年じゃないですね。半分だから。うん、半分だから。なんだっけ、その フリースローフリースローです。フリースロー、うん、フリースロー、あれ、しみちゃん結構髪がかかってた、ね、やっぱ髪がかかったってやっぱあのね、うん、あの BGM は結構ずるいよ。ずるいよ。テンテレンテレン、あれは結構使える、うん、思った。しみちゃんの子ね。でもあれはちゃんとアウディさんの教えをこう再現しようとしてあのフォームになっちゃった。そうだよ。で、あれ試合で使ったらめちゃくちゃ入ったんだっけ。いや、使ってないっす。使ってないんだ。ただ、あの線のギリギリ使ってないな。使ってないな。使ってないけど、あの線ギリギリに立つのはすごい意識してます、ね。ほんとに。チャージング。俺ね、あれの動画の出た次の日ぐらい大会だったのよ。言われて、これで線振っちゃって、吹かれた。って踏むわけないじゃんっつったんだけど。入ったんすか。入ったけど。いや、入った。入ったけど。入って、で、俺ジャンプしてないのよ。ジャンプしてないのに、なんか出てるって言われて、踏むわけねえじゃんってやったら。ダメじゃん、この動画。踏むわけねえじゃんって言ったら、ヤナが、いや、踏んでたよって言った。何がハウトゥー、あれだよ、フリースロー講座だよ。何がデアンドレ・ジョーダンに教えたいだよ、本当に。
打つ以前の問題ですから。本当だよ、踏んじゃダメだから、ね、捨ててが無駄になっちゃいますからね、うん、踏んじゃったら。なんかすみさん好きな動画ないの？好きな動画でもなんだろう、でもやっぱ好きな動画っていうか、まあやりたい企画っていうか、やりたい企画やっぱでもどっか、なんかこれラジオっていうか企画会議になってるけど、いや、いいんじゃない、企画会議、これは重要だよ。で、俺らが企画会議してるの見たらやっぱり何が見たいですってコメントいっぱいもらえます、うんうん、やっぱ旅かな。旅、旅ね、どこ行きたいのよ。いや、グルメ、まあグルメっていうか、まあカメラが回しやすいところですよね、やっぱ。やっぱ、まあまあそうだね、うん、うん、それはあるかも。ちょっと動物園は回せたけど、うん、多分水族館回せないじゃないですか。あ、そうなんだ。多分回せないんじゃないですかね。どうなんだろう、回せんだ水族館カメラ NG じゃん。まあ撮影禁止みたいなの書いてありましたよ、フラッシュとかダメとか。あー、あー、そっか、うん、それか、もうほんとマイナだからこれ、まあ、これ音声だからそんな意味なく喧嘩をしてもどうしよう、急に笑ったけどいや、そうだ、俺が多分おかしいって言っちゃうから急に笑ったけど、純が、いや、違う、今、淡路さん変顔したから関係ないからたまに変顔するんだよね。ちょ、俺向けてみてください伝わらないですからね、伝わらないんだよ、くだらなすぎるよ、マジで。これはね、後でね、差し込んでくれるよ。そうっすね、カメラと逆向いちゃってやってますけどね、うん、それか、まあ、旅っていうか、やっぱり早朝のメンバーで、なんか大会出てみる。うん、ああそうだね。でやっぱ大会出るってなったら、うん、やっぱりユニフォームっていうかリバーシブル前々から言ってるけど、ああまあ、うん、なんかあんま乗り気じゃないっすよね、みんな早朝リバーシブル。いやいや、いやあるんだったら俺はいいけど、全然いいけど、セキヤが乗り気じゃないな多分、うん、なんでですか。え、なんでですか。またウキさん顔芸顔芸じゃないから映ってないもん、映ってないんですから顔芸しても。まあ、大会もそうなんだけど、なんか他のいろんなストリート、あ、まあ、どっかのコートに、あ、まあ、いや、そうっすね、それちょっと行ってみたい。あの、キクも、あの、よく行ってるじゃん、最近、うんうん、いろんなコートでバスケするみたいな。別にそのコートの、あの、特徴ってあるから。そうですよね、下が、あの、ウエッティだったり、ね、でこぼこしてたり。でも、それがストリートだから、うん、で、そこでね、知らない人とやって、あの、ゲームしたりするのすごくいいと思う、うん、うん、面白そうです。それも行きたいよね。朝6時ですけどね。朝6時か。サイスターはね、朝6時で、ね、やっててもいいんだけど、他のコートは多分ダメなところ多いよ、ね、あ、そっかそっか、うん、どっかコート行きたいですよね、みんなで、うん、3-on-3 やって、 3-on-3 やったり 1-on-1 やったりさ、で、カメラちょっと一緒に回させてもらって、ね、で、うちらがボコボコに負けてるやつをアップして我々はそんなに大したことないんだよっていうのをみんなにね。いや別に俺はもう本気でやるよ。いや俺も本気でやります、やるかには。うん、純くんは本気でやる。まあ本気でやってもやんなくても編集で全部うまいことするから。さすが。俺は別にかっこよくすることもダサくすることもできる。そうだよな、それが純のすごいところだもんな。それが純だもんなこれが純かー。これが純、なんだっけそれ。いやまだ発表されてないですね。え、なんかそんなのあるんですか。なんかあるんだ、まだ。いや、まあ別に終わったっても2人とも 100% 知ってますけど。あ、本当に。まあ別にこれまだ発表してないんで、うん、ここじゃ言えないです。 OK。 でも多分明日公開されるからいいか。うん、いや普通に俺と、あ、明日公開される動画、あ、明日じゃねえや、あ、今日公開したから明日休みだから明後日か、火曜日。あ、でも2連チャン公開したよね、初めて。あ、そうですね、うん、火曜日、初めてじゃないですね。初めてじゃない多分初めてじゃないと思いますね。あ、でもそうですね、2連チャンで、いや公開してなっちゃうんですよ、ラスボスが、うん、いつアップされますか。で、撮り終わって、うん、家帰って、うん、そしたら、お疲れ様でした、今日何時頃アップされますかって。いや、そんな暇ねえやと思って。寝たがりだからなぁ、あの人もなぁ。店長、そんな暇ねえや。店長で、しまいには俺がこう、9時、今日、10時前ぐらいにアップし、公開して、その M スポン動画、うん、そしたらなんか、アップしましたよって、うん、一応 LINE したんですよ、うん、そしたらなんか、URL 分かりますかとか言って、うん、いや、分かりますかって、登録しろよって感じで。そう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 確か普通にツイッターつぶやいてるでしょ、俺。そうだよね、謎なんだよね、見てんのか見てないのかでも自分の寿司インフォ見てないんじゃないですかアウディさんタイプだ、あの人あの人仲良くなれるかもしんないな。でアウディさん10個してるやつからね。そうだよね、9個したか10個だよ、10個したか、うん、あ、ちょうど10個したか、しみちゃんでしたもんね。なんか、新曲あるんですか。新曲、そうそう、行く
新曲、あ、もうそんな時間、あ、そうだよね、もう残り12分ぐらい新曲、そうだな、多分みんなあれが聴きたがってるんですよ、うん、この間あの 2on2 で、あ、たまに流れる曲でしょ、あのアウディさんが、うんうん、ビハインドパスやろうとした時にあれやばかった、あれやばかったっすよ、ね、あのかかとに当たるのがやばかったよね、しかもなんかちょっとリズムもダサいじゃないですか、うんうん、でも多分パス出すリズムもすっげえダサいんだよ、見てる人は何なん、もう曲にちょ、うん、行っちゃってると思うんですよ、そう、あの曲何なの、あの曲、うん、今まで聴いたことないぞあの曲みたいな、うん、このアーティストは誰っていうね、うん、新曲みたいな、あの曲がやっぱ俺も聴きたかった、フルを、そう、うん、それが聴けんのかな今日、これをずっと付き合ってくれてた人たちは、うん、もしかして、そう、やここまで聴いてくれた人へのご褒美か、ついに出るか、戻れて戻らなかったか皆さんのために肝は誰誰、おかしい、全順やるのかなんで僕が言うのよ、ごめんなさい、出しますか、あの曲を、うん、じゃあ、 あの曲紹介お願いします、はい、この曲はですね、3年前にパリで、1週間かけてレコーディングして、まあ、ロンドンとかそういうところでも撮影して、まあ、結構時間かかったんですけど、で、まあ、なかなか世に発表する機会なかなかなくて、まあこう、まあ単純にもう青木さん家までの道のりってすごい迷路なんですよ、うん、そういう曲を、なるほど、パリで書きました、はい、それでは聴いてください、あ、もう一回曲目をどうぞ、もちろん言ったさすぐ警察に、あの傷確かに偶然じゃ無理、愛車にやられた10円パンチ、ムカついてんぜすんげえ内心、もちろん言ったさすぐ警察に、あの傷確かに偶然じゃ無理、愛車にやられた10円パンチ、やつから着信引っ越した矢先、やられた10円パンチ、多分書き犯人落書き死ねの二文字、アンチじゃねえならなおさら立ち割り、じゃあ誰の仕業、ここはアウェイない、誰も味方、居酒屋三木で酒が立て作戦ね、見つけりゃボコボコ誰だって関係ねえ、できれば現行犯捕まえてそいつの人生もゲームオーバー、でも彼女は面倒なことは勘弁らしいけど、したこっちゃねえな、持っておくれ聞かれん歯止め、裁き受け懺悔するのが定め、法もクソもね俺らが裁く、この度誠にご愁傷様、ムカついてんぜすんげえ内心、もちろん言ったさすげえ、あの傷確かに偶然じゃ無理、愛車にやられた10円パンチ、ムカついてんぜすんげえ内心、もちろん言ったさすぐ警察に、あの傷確かに偶然じゃ無理、愛車にやられた10円パンチ、一度目我慢二度目も我慢、でも三度目できなくなる我慢、青木さんの顔も三度まで、慰謝料請求で多額のマネ、心の傷消えねえ一生、誰が犯人教えてヒント、神様が俺に与えたミッション、話変わるけど小せえ人口、度が過ぎるぜそのいたずら、探すひたすら獲物にガスな、愛車が泣いてるマジでかわいそう、これは俺らからの果たし状、これ以上増やすな犠牲者ブレイナー、奴にはぶっ放すレイガー、ヘイターお前にと選べ死に方、俺はモンハンで見せる生き様、はい、ムカついてんぜすんげえ内心、もちろん言ったさすぐ警察に、あの傷確かに偶然じゃ無理、愛車にやられた10円パンチ、ムカついてんぜすんげえ内心、もちろん言ったさすぐ警察に、あの傷確かに偶然じゃ無理、愛車にやられた10円パンチ、ちょっとジュン、まあ、何回やるんだよこのくだり、ないっすもん、あれもやっぱあれもちょっといろ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 何あの曲はいろいろちょっと社会的に社会的 社会的にフルバージョンで出せない理由がちょっと尊重的にバレちゃうんだ、まあまあそれもありますそう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 っすね、一口バレちゃまずいよそれ、あれはあのそれ俺でも分かる、あれ歌詞書いてないところに青木さんちの住所全部入ってるそれはまずいわ、それはまずい、家の色とかも書いてる、それはまずいよ、バレちゃう、バレちゃう、みんな行っちゃうから石とか投げられちゃうんで、それ
なんであんな青木さん人気あるんだろうね。そうなんですかね。すごい。でもやっぱ、いやでもあそう青木さん嫌いなんですもんね。いやそんなことない、俺は大好きあの人。大丈夫、聞いてないから。聞いてるよ。聞いてるか、絶対聞いてる。絶対聞いてる。俺はあの人大好きだから。うん。そうそうだ、うん、嫌いな、誰だ嫌いなやつないか。うん。みんな大好き、青木さん。いや俺はずっと前から押してたんですけどね。やっと認められたか。うわ、うわ、あの、まぶたをひっくり返したのが面白い、好きだから。じゃあまあね、でも俺も、でもこっちのさ、10円パンチの曲も俺好きだから、はい、あはいはい、俺あれも俺車の中に入れてずっと聴いてるから。あ、そうですね、名曲ですから。どこ、10円パンチどこが好きですか。ね、どういう、どこだっけ、どこの歌詞が好きですか。ね、どうだっけ、俺ちょっと、ま、マジで今、全然思い浮かばない。ダメだこれ。いや、さっきのあの、青木さんちの家はの道のりのメロディーが入ってきちゃって、あ、全然メロディーも今、頭の中にないんだけど。聞いてんのかな、本当にこの人。本当に好きよ。だって歌ったじゃん、これ。何ですか、ジュンがこれをグラドン乗った時に。そうだっけ、10円パンチ。10円パンチ。10円パンチ。まあそろそろでも終わりに近づいてきたね。まあ別に1時間ジャストじゃなくてもいいです。そうだよね。いや、まあ、まあもうちょい、もう終わりっすよ。うん。第5回。うん。なんか最後。なんかあるんですか、最後は一言。うん。なんかありますか、アディさん。いや、選択終わったかな。でも終わったんじゃん。いや、感想かけてるんで、出る前にかけたんですよ。え、今感想かけてんの。かけてますよ。静かじゃない。でも、もう、でもうるさいっすよ、普通にあっち行ったら。あ、本当に。もうこれ一応ドア2つあるじゃないですか。うん、どこ別に、で、なんすか、どうぞ。いや、やっぱり、まあこれからもちょっと頑張ってね。うん、うん、まあ頑張らなくていいっすよ。うん、早朝し楽しく。そうだね、まあ普通に何も気にせず、うん、別になんか他の YouTuber とかもなんか気にしないで、気にしないで自分たちを。むしろ俺ら全然、まあ俺はまだちょっと最近はちょっと知り合ったけど、もうみんな、うん、だってもう YouTuber なんかも知らないじゃないですか。ほぼ知らない。いや別に全然いいんすけど、むしろそうであってほしいんですけど、うん、俺は。で、俺ですらあんま知らないですから。だけど、さすがにちょっと最近はちょっとまあ、ちょっと勉強、まあ勉強っていうか、うん、まあ一応知ってますけど。一応知識はだけはね、入れとかないと。みんなにだってほんと無駄感が。いやほんとにテレビっ子だからね。テレビっ子だね。テレビっ子だからな。関谷なんかドラマ話ばっかだろ。そうですね。でも関谷も結構詳しいじゃないですか、YouTuber。あいつは何でも見てんだ。でも関谷もやっぱ YouTuber なんで。あ、関谷。クリエイター、クリエイターなんで。クリエイターだから。あいつは、あの、早朝シューティングの頭脳って言われてるから。頭脳でも Twitter やめちゃったんで。出たよ出たよ、もういいじゃねえかよ、その話は。ほんとだよ。ほんと。うん。いやでもこのラジオを関谷が聞いて、あ、清水さんあんなにやっぱ俺やった方がいいのかなっつってやってくれたら、俺もほんとすごい嬉しいです。で多分他のソーチャーも、でも関谷がツイッターをこう始めた瞬間、まず新しく始めた時に関谷みんなこうフォロワーが一気に1000人2000人なるんじゃないかなっていうか、それくらい関谷の存在は早朝の中で大きかったんですけど、まあそれ多分しみちゃんだけでも、マジか。嘘で、嘘ね。でも、でもツイッター見てるらしいよ。見てるんですか。じゃあやれよ。いや、いや言ってたじゃんこの前で、ジュンのだけ見てるっつった。絶対そうだよ、絶対そうだよね。だってジュンのだけ見るだと他の人も見るでしょ、うん。いや、そうじゃなくて、なんか動画がアップされたかなって確認してみるって言ったけど、ああそうなんですか、チャンネル登録してるからね、通知が来るから。まあ確かにしてないのかな。パウさんしてるんですか、チャンネル。してる、バンバン来るよ、通知。しみちゃん、しみちゃんもしてないのか。俺、あの、Google のアカウント持ってないから。そんなことある、取れよ。いや、多分あるのかな、よくわかんないけど、なんかその Google 様様です。すいません、様様です。Google さんすいません、様様です。また顔芸やってもないっすからね。ですか、まあこんな感じで、なんかじゃあしみちゃんなんかある最後一言。いやまた、うん、あ、今言ったの。そうだよ、しっあ、そっかそっかそっか、締めの言葉がどうでもよくない。締めの言葉が何回同じことだよ。そうだよ。じゃあ締め、なんか揺れてません、揺れてないか、うん、俺だよ。あ、お前か、お前かっていいのか、別に合ってるか。マイクロ持ってたんだけど逆じゃない。あ、なんかこれ、いや、これやると、うん、そこのエアコンで当たるんですよ。だからあの跡ついてるの分かります。すごいな。だからやめたんですよ、俺。本当は、いや、本当はこうっすよ。こっちなんですけど。事故物件か、これ。どうぞ。やんの。
じゃあなんかじゃあ最後ある最後、うん、まあ、そうそう、うん、もう終わりっすね、うん、まあいやでもこのマスカーラジオがこんなみんな聞きて俺は本当にぶっちゃけ乗る気じゃなかったけど、うん、マスカーこんなねなんかみんな検索してくれて、ね、しかも結構コメントもあるじゃないですか。そうだね、うん、まあだからまあ定期的にやりたいっすけど、うん、うん、まあそうっすね、まあいや一週一はきついな。でも第6回は、まあ、2週間に1回とか、えそんなペースでやる、そんなにやる、全然いいっすよ、やる、あ本当に、多分喋るだけじゃないですか。うん、誰を人生するか分かんないけど、もしかして俺と大ちゃん2人でやるかもしれないし、いや最高でしょ、やばいでしょ、絶対汚いでしょ。いやいや俺ね、せあの潤と大ちゃんのコンビって好きなのでなんで何かあのね、あのいや前もあった潤と大ちゃんとしみちゃんで山行ったじゃん。ああはいはいはい、はい、あの時に大ちゃんとしみちゃんが全く仕事しないから潤がめちゃくちゃ張り切ってるっていう面白くしようと必死な潤っていうね超恥ずかしいそこ見られると恥ずかしいな、いや頑張ってんなっていうのが俺やったから、そういう何でも見られると恥ずかしい、結構カメラ回しといて、うん、動画は10分くらい、うん、うん、そうだね、うん、あれ合計で1時間くらいだからね、うん、あれをいかに面白くしてくれるのがやっぱ潤そうだね、もう仕事しねえ2人だからもうまあでもね、まあこう楽しく、うん、そうだね、うん、そういやだからまあラジオ、まあ、2週間に1回はちょっと多いか分かんない、うん、いやもう気分、もう気分だから俺基本、そうだね、もしかしたらまあもしかしたらまた次の動画もラジオかもしれないし、全然ラジオだけ、それそれはないな、それこそ変わったなって言われちゃう、それ早朝ラジオクラブになっちゃうからねもうそんな感じかな、まあ、あとはもうみんななんか、うん、なんだろう、なんか俺ら別に YouTuber っぽくない、うん、まあでも YouTuber か、そうだ、まあ、他の YouTuber みたいなコメントじゃなくて優しいコメントしてほしいよね、大丈夫ですよ、もうなんか結構エグいコメント来てるんで、うん、それ全部コメント表示でブロックして大丈夫ですよ、あそれが潤の仕事だもんね、そうですよ、もう俺はもうだから甘やかさないんで俺はそこで、ね、そこは厳しくこうシビアにいこう、そうですね、うん、やっぱディフェンスで重要だ、はい、うん、俺結構やっぱカバーとかもそうだね、やっぱ行くんでみんなのカバーとかして、うん、まあ、だからガンガンそういうコメントはまあ下手くそぐらいだったらまあ放置ですけど、うんうん、しみちゃん童貞なんですか、うん、あ、消してねえやあったな、童貞なんてねえじゃ なんかしかもそれを誰かが、うん、なんかコメントでまたかぶせちゃってるんですよ、なんか なんでかぶせたのそれ、いやなんかまあそれがちょっとなんかラジオ的に言えない言葉なんで、やめようですけど、いろいろかぶってるな、もう映ってないですからね、アウディさん、そういうことやってもということで、別れからも、はい、多分一番、ちょうど一番ないでしょ、うん、